藤波慎太郎と挑む初めての春の甲子園大会の模様をこれからお届けしていきますが、ただ正直この大会に関しては出れるとも思ってなかったし、なんなら出るつもりそのものもなかったんで、正直今困ってます。というのも圧倒的に準備不足なんですよね。全体を通してまず藤波からしても全国を相手にするだけの力っていうのは持ってない、全てにおいてね。それでいてまだ早急時ついてる、これついてる選手が全国の舞台立っていいの、マウンド立っていいの、どうなるのか大体予想できる。だからこれを早急に消したいという思いはあるけど、なかなかそれが叶わない現状、日々が続いている。あと野手に関してはもうより能力がない。まあ全体的に機動力を上げてる最中で、来年の夏に向けてね、まだその走力の部分で、ね、まあ一部の選手に関してはもう B 到達してだいぶいい感じにはなってきてるんですけど、まあただまだ B 到達してない選手とかもいますし、なんなら打力もないし守備能力もこれから上げる予定だったからそこもないしで、とにかく何もない奴らが揃ってるんですけど、もうやるしかないからね。今更もう守備能力打力を上げていっても正直しゃない。だからもう今までの方針と同じで、まずは走力から上げていって、でまあ走力が上がった選手に関しては次ミート能力、バットに当てる能力を向上させて、最後守備とかパワーとか上げていこうと考えてるから、もうそのやり方はこの春の甲子園大会まであと1ヶ月ちょっとですけど、何も変えるつもりはない。というのも1ヶ月ちょっとの中で上げられる能力なんてもう限られとるから、付け焼き場にしかならへんのよね。もうそれなら今までの方針は変えず、ほんと出る予定全くなかったんで、ただただ困惑。なんで俺たちなのっていうのが止まらないんだよね。俺たち以外でよかったんじゃない？俺たちはあの秋の地区大会で破ったあのチームこそが行くべきだったの。何をこうやれば考えてるんでしょうかね。正直出たところでいい結果が出るなんて思わない。恥をかかしたいなとしか思わへんのよね。この世界にネットがあったら、リアル以上にこの春の選抜の選ぶメンツ、おかしすぎて荒れる大炎上だよ。いや敵がたくさんこの今世界に増えてますよ。でも選ばれた以上俺たちはそれを拒否する権利すらもないから、もうやっていくしかないんだよね。どんな恥をかくことになったとしても、まあ、でも出られるということはやっぱ優勝を目指す権利チャンスっていうのはもちろんあるわけ。そこに出られなければ優勝なんてない。実際の藤波もね、この高校3年の、春夏大阪桐蔭で連覇しとるわけやから、まあ、もしかしたらそうなる世界、この世界になるかもしれないね。なんでここで彼女作ってんだ、天性の熊谷は。そんなどうでもいいだろう、選抜出場できるからってことでしょうね。だからなんかあの女の方が近寄ってきたんですよ、それを利用できると。だってお前能力も何もないクソみたいな選手なんだから寄ってこないでしょ。あ、しまった、プロ野球 OB に会うの忘れてたわ。この流れる日々の中、春の甲子園大会までに、やっぱさっきも言った通り早急事情を消すためにプロ野球 OB には絶対会わないとダメだったんだけど、ミスったなぁ。また出てきてくれねえかな。そして飽きたところで必ずしも消してくれるわけじゃない。これまでたくさんあったけど、なんか藤波の早急事だけみんな避けて別のものあげたりしたるくれるんだよね。そういうの求めてないからさ、早く会いたいんだけど、まあ、なかなか来ないわな。アロマグッズ交換券、いやグランドレベルも低いから全然能力上げられないんだよね。まあでもこうやってくれるのはありがたい。これによってグランドレベルは30、まだ30ですよ。いやでもそんなもんでしょ、物語始めて今1年、まあもうそろそろ2年経とうとしてますけど、大体そんなもんよね。やっぱ強豪校にならないことには黒字になれず、土のレベルもなかなか上げられないから仕方ないんで、その辺は。まあ、で、さっき彼女作った熊谷の練習効率下がってる。勉強もしてない。お前野球の練習もほとんどしてない。お前何してんだよ、日頃よ。彼女とイチャコラばっかしてんじゃねえか、最近。ひでえな。そんな相手もスタメンで使えますからね、他にいないから。さあ、季節は3月を迎えて、もうすぐ春の甲子園大会。まあ、すぐでもないですけどね、中旬くらいですけど。で、藤波、やっぱ今、球速を上げていて、1ヶ月に1上がってるペースですね。最終的にどうなるんでしょうか。目標の170到達することはできるのか。あと、走力に関しては B 到達した選手はいないな。まだこの辺 C なんで、この辺スタメンで使う選手やから、まあ、B を目指しって感じで、引き続きその能力を上げて、でまあ他の選手に関してはもうすでにミート能力とか結構向上してるんで、そこはいいんですけどね。あでもそこだけって感じよな。全体を通してみたら弱いことは確かだから。でもスタメンに関しても変える予定ないです。もう秋の地区大会のままに。いや変えたところで意味がない。並びくらいは変えてもいいですけど、使用する選手に関してはもうそのまんまやるしかないんだよね。だから今早急に変えたとしても、それは付け焼き場にしかないから。それならいっそのこと秋の地区大会のまんま俺たちらしくやるのがいいんじゃない。
なんかもうらしさすらも失ったら何も武器がないからね。だからもうらしさだけは、自分たちのやり方だけはなんか変えずに進んでいこうと思いますわ。で、卒業式を迎えますけど、邪魔な3年が卒業していくだけ正直興味のないイベントだ。まあそれによってなんかやる気や練習効率を上げてくれるんだったらいいんですけどね、在校生の皆様が。いやいや、もう早よ、出てけ出てけ。いらへんね、俺たちも次の春の甲子園見据えとるから出るつもり正直なかったけどね。見ていきましょう、卒業生一同。ちなみにこの世代プロ野球選手はいません。今村天生ですね、フリーター。悲しい、この世界の今村フリーターかい。リーダー占い師、パン屋さん、ミゾット社員、ミゾット社員、本屋さん、大学生。いや、他のやつ職ついたり次大学生に進学してんの、なんであいつだけフリーターやったの。一番なんか職につけそうな感じしたんだけどね、プロ野球選手になれずとも。なんなんだろうね、野球。そうだよね、だってプロ野球選手って正直野球が上手いだけで頭いい人ってそんないないわけですし、だから野球の才能がなく磨けなかった今村ならば何の職にもつけずフリーターになる。まあ、現実的な話でもあるよね。で、そんなこんなで特訓パネル。あ、よかった。藤波がいる。ここで付けられる特殊能力、こんな感じで、対ピンチプラス1は持っておいた方がいいかな。対ピンチを作る機会も多いからね。これは絶対的に必要な能力。なんすけど、付けれないと何事を言うやつが、コウハルのエースです。うち投手こいつしかいません。残念なことで。でももう後に戻れないし、先に進み続けるしかない。もうそろそろ春の甲子園の抽選会が行われて、まあ、当然ながら初戦戦うチームは強いですよ。地区大会で結果残している。あ、でももしかすると俺たちみたいなやつもいるかもしれないね。1回戦は勝ったけど2回戦目めちゃくちゃボコボコされたのにもかかわらず選ばれたやつ。俺たちだけとは考えづらいからね。さあ来ました、組み合わせ抽選会が行われて、来るべき甲子園大会に向きみんな必死練習に励んでいる。嘘つけよ、お前彼女作ってたやつとかいただろ。お前よ、1回戦目の間鳥取代表のチームで前評判は B、 あーめっちゃ強いけどやるしかないんでね。で、甲子園大会に出場すると OB からのね、こうやってなんか届け物が来るんですよ。一体何をくれるんでしょうか。満腹弁当、いやもう腹はいっぱいやねん。別にね、飯には困ってね、飯はあんねん、力はないけどな。その力をなんか分け与えてくれよ。例えば金徳の本とかあるんでね、俺過去一回もらったことあるんで、それ欲しかったんですけど、それがくれないっていうね。改めて今春使用するオーダーに関しては、どうしようかな、このままの並びでいこうかしら。これ秋の地区大会のまんまなんだよね。まあ、総力 B 到達してる選手がいるんで、やっぱそういう選手に関してやっぱ上位で使うのがベストでしょうね。ミート能力の高い順に並べていって、で4番がこいつ、まあ、チャンス A 持ちなんでこれはこれでいいでしょうね。あ、でもこいつもちょっと上位使った方がいいかな。総力 B でかく乱持ちでしょ。あ、でもチャンス系の特殊能力持ってるんでクリーンアップにいてくれた方が助かるかな。あとこいつもここ で藤波はまあ一番下で、並びに関してはもうこの下位打線がめちゃくちゃ弱いんよね、うち。でもしゃあないから、もう1年生で他におらへんから使えるもんがね。だからもうこの辺はもうこのまま使うしかないので、並びは一部変えただけでもこのまんま望むことになります。その結果どうなるのか、もしかすると何か意地や力を見せつけて俺たちが選ばれたことに反発してたやつを黙らせる結果を残せるかもしれない。ただ俺としてはなんかあんまりって感じですけどね。もうやるしかないんでね。あの時を巻き戻せるなら、なんか春の甲子園大会のメンバーが決まる前に戻りたかったっす。で、あそこで選ばれないっす勝った世界戦に俺は足を進めたかったっすね。ならばこんな悩みはないですから。ただ出たことによってね、悩みがある。強豪揃いでどこも手強いですが必ず勝ちましょうねって、ポジティブすぎるだろお前よ。で、今日の注目選手藤波がいるので、もうここは藤波に注目してうまく抑えていこう。もう一人しかいないからね、藤波がダメなら負けも当然。状態いい選手っていうのはいますね、結構。そこの春の甲子園大会に合わせてきたってこと、それはいいや。まあ相手もね、状態いい選手いますけどね、やるしかないので行きましょう。ピーマン高校初めての甲子園が物語、3年目を迎えようとしている春。ここで甲子園を制覇し、夏も制覇してら、実際の藤波がやった連覇をすることができるんでね、随分たどたどしいですけど。あかんわ。なんか先の未来を見据えてね、あんまりなんかもういい気持ちになれてないんで、言葉がスムーズに出てこないね。詰まるね。やっぱ総合戦力も B で強いわ。で、あれね、2番に太田っていうのがいるんですけど、まさかだと思うけど、太田大使ではないよな。どうなんだろう、ちょっと世代被ってる可能性。あ、でも関係ないですね。これ、天性の太田でもなんでもない。まずはね、戦う相手のチーム見ていきましょう。投手から、西野という投手は、あ、言うほどやな。総合戦力 B ランクのチームのエースとは思えない能力の低さ。まあでも状態はいいんでね。でも
決して打てないレベルではないかなと。ベンチにいる人間もそんな強いのは、あれ投手だけ見たらチャンスは全然あるな。野手で見ていくと、やっぱこの辺、強いね。呼んで4番。でもこいつね、スランプなんで、この能力は発揮されない。だからそんな問題はないかな。いや、でもね、全体的を通してみたら、相手の方が1枚も2枚も上なのは確かですけど、ただ投手だけ見たら、いけそうな感じする。得点を取って、そして今日の注目選手、藤波をうまく俺が操作して、やれるのであれば、勝てるチャンスはあるかなと。まずここはね、ストライクを取りに行って、言った、なんで咳込んどん俺。急に体調悪くなった。まあ、とりま、一回を耐えしのがないとな。でも一回からやっぱ球数使っちゃったら先を見据えてちょっとまずくもなるし、でも先を見据えて今打たれたらダメやから、ちょっと何してんねんお前。打たせて取るの戦術レベル高いからこれ選択したのに、ちゃんとやれよ。あ、一つのアウトもまだ取れてないぞ。やっぱ出るべきではなかったんかな。前進守備で、力で押していこうかな。速球中心で、まあ、取ります。ストライクを取れて。はぁー、前進守備があだになって、いや、そもそもここまで飛んだ。ランナー一人、いや、二人帰った。いきなり二点入った。一つのアウトも取れてないのに、どこか奇跡ってやつを信じてた俺がいるんですよね。もしかするともしかするかもしれないと。ただ現実は非常ですね。一つのアウトも取れず、もう二点許して、まだ続いてます、この状況。とりあえず、ドンマイ送って、キャッチャー、励ましに行ったって、かわいそうやから。なんでいきなりお前ノーアウト、一回でこんな感じになっとんねん言われたら、知らへんよ、そんな力がないからでしょ。やっぱ出ない方が良かったのかな。俺たちをいじめようとしてるやつがやっぱこの世界にいんのかな。選ばれたことほんとおかしいからね、そういうこと考えると。何なんだろうね。なんか敵を作り出そうとしてる自分の中で。そいつらが悪いという方針に持っていこうとしてますよ、方向にね。あー、ようやく一つのアウト取れたかな。でも取っただけ、ランナー進塁許して、得点入れば入るほど厳しくなるわけやからさ、なんとかここを抑えてほしい。もうほんとその一言やわ。いきなり特殊戦術もない、また伝令も使うことは厳しいかな。あと残しておかないとね。あ、もうこの辺はだから藤波に自力だけで乗り越えてもらうことになる。もう3点目も正直しゃあない。犠牲フライとかそういう形であればね。いやでも普通に打たれての3点目はちゃうやん。はい、まだ続くこのピンチ。一回終わりと同時に試合も終わってるかもしれないね、この前行けば。いや、な、そうなるんじゃないかな、きっとね。月シフト、それで打たせて取れで。いやもう牽制、いらへんいらへん。自分が送球持ち、G 持ちやってこと気づいてないんか、バカかお前。で、これ、ホーム投げる？いや、一つのアウトを最優先にするべきじゃないんですかね。野球相手もないし、野球をできる力もないし、お前何もないやん。その奴らがなんでここに来たんだよっていう。俺の中でも戸惑いがあるわ。で、まだ続く？これは？よーく取った。二つ目のアウト、あと一つのアウトを一回取れるか。取れず、まだ失点を許すのか。どうなるのか。頑張れ。もうそれしか言えへん。雑な戦術ですけど、基本的にはもうストライクを取れと。まあ、こんな感じになるわな、打たせて取れと。やっぱ制球能力がないと使える戦術ってすごい振れ幅がないんですよね。大概2つになりますよ、ストライク取れ、打たせて取れの。まあ、それが故に打たれてるっていうのもあるんでしょうけど。いや、それが故というか単純に力がないし、もう何もないからなんですよね。何もない奴らがここに立つってことはこういうことよ。うわ、もう、こう、ぺちゃくちゃ喋りながらもうほんと早く終わってくれねえかなってずっと思ってるんですけどね。全然終わらへんやん。困ったな、もう喋ることねえわ。ただただ撃たれてる映像お前マジマジと見るだけじゃねえか。もう頑張ってどうぞ、本当に。ここまでの違いがあるか。いやいや、分かってたけど、分かってたんだけどね。でも実際それが、眼前で、目前で、結果として、数字として出たらさ、傷つくよね、誰だって、俺だって、みんなだって。これを見て傷つかない人はいないんじゃないかな。もう初回からこうなりました。あとは全部スキップしてほしいんですけど、注目選手が藤波な以上は、もうまだまだプレイすることになりますよ。もちろん2回ノーアウトランナー1塁。1回3つのアウトを5点許しながらも取った。だからこれからスムーズに抑えてくれるんじゃねえかなと思ってたけど、全然そうじゃないね。今のピッチャー返しも取れへんか。補給能力もないしね。あと取ったところで送球陣持ちやからアウト取れる保証もないし。うわ、悪循環。泣きたくなってきた。泣きたい時って泣いていいってなんかその J-POP の歌詞あったんで、泣いていいですか本当。すごい泣きたい気分なんですけど。でも泣いたところでね、未来が決して明るくなるわけでもないし、現状もまた明るくなるわけじゃないし、意味ないよね。無駄な涙だよね。汚い涙だよね、俺の涙なんて。だから流しません。とりあえずまだまだ打たれる過程を見守ることになる。こんなことなら注目するんじゃなかったの一言ですよ。でも注目してなかったらよりもっと許してるわ、これ。いやもう、注目しようがしまいか関係ないと思うよ。これは俺のせい
術が悪いとかじゃないから、絶対的に力というものが足りてないんよ。だから言ったじゃん、動画の冒頭で。俺は出る予定もなかったつもりもなかったと。でもこうやるの連中が俺たちを選んだがゆえにこんなんだよ、本当に。やっぱなんか俺たちをいじめようとしてる組織がいるんじゃねえかなと。いや、そうとしか思えないけどね。自分ですらもこの、なんていうのかな、ここにいべきじゃないと思ってる。自分で思ってるってことは、周りはみんな思ってるってことだからね。対戦相手だと思っとるよ、今。こうやって打ちながらも。なんでこのレベルが春の甲子園大会選抜紛れ込んでるんだっていう。もしかしたら敵がいるのかと。何か組織がいるのかと。あいつら誰かいじめられてるんじゃねえかなと。いや、なんかそういう疑いを持ってくれてると思う。なんかその組織を一緒に見つけて倒さないかい。そういう物語を歩む方がいいってなったら、もう夏なんてプレイしなくていいからね。これから夏までの間、なんかその組織を見つけて、そいつらを退治して、それで物語ハッピーエンドでいいんじゃないかな。それが一番のベストだと思うんですけどね。まあそんなこんな言ってるうちに、2回終わりましたけど、また得点を与えました。で、得点も取れません。得点は別に取れるかなと思うんですけどね、正直な話。機動力上げてきとんのやから、そこは取ってほしいよね。やっぱ足を活かして。得点を取った上で負けるんだったら、やっぱまだ藤波の力が足りないし、全体的な守備能力が足りない。だからもう春の甲子園大会はこれで終わるけども、来年の夏までに能力をちょっとでも上げて万全な状態にして、悔いのないようにしようって思ってたんですけど、ただ今得点も取れてないしね、守れてもないし、なんか走れてもないしで、すごい悪い結果、すべてが悪いからさ、投打ともに悪いってもうどうしようもないでしょ、救いがないでしょっていう話で。どうしたらいいんですか、僕は。何から、どこから間違ってたんだろうね。なんか始まりから間違ってたような気がする。藤波をそもそも主役に置いた時点で間違えたってような気がする。後悔しか生まれてきても早いんけど、まあまあまあ、とりあえず5回まで試合は進行して、トリマは攻撃をプレイしないことにはどうしようもないから、藤波に関しては、まあなんか急に結果が出始めましたけどね。まあ、ストライクを取れと、打たせて取れ。戦術レベルの高い方向を選んでいくやり方で、このまま最後まで行く。もうすでに余計な失点を与えまくっとるけど、まあ、これ以上与えたらもっと余計やから、与えないことがベストだよね。そして、6回以降何か攻撃で流れを作れるか。足があるってことはなんか1個ハマれば一気に得点取れるということでもあるんだよね。機動力ってパワーに特化するより案外、ハマった時の得点数、爆発力っていうのはあるんですよね。パワーだとどうしても一発一発っていうのがなんか、そんな続くわけじゃない野球というスポーツね。まあ、特に栄冠ないでそんな一発出るイメージもないし。だからどうしても途切れ途切れみたいな得点になるんですけど、ただ機動力に特化してると、繋がった時の得点力、爆発力がすごいんで、全然まだチャンス残ってるから、あとのま5回を投げての6失点。まあでもこの後、何もないっていうね、6回の裏の守備。いや、守備じゃなくて打撃は全然やらせてくれへんやん。そう、打ててないからだよね。チャンス作れないと、これできませんから。はぁ。どうしたらいいんだろうね。助けてください。一回攻撃側でやらせてほしいですね。もしかするとこれシリーズ最初で最後の甲子園大会になるかもしれないんで、そこを監督としてなんかバッターに戦術出せないのはあまりにも悲しすぎる。思い出作り的なことしたいんですけど、やれる機会がないから、はい、7回。いや、ほんと2回以降パーフェクトやね。ランナー許しながらも。それをなぜ初めからできなかったんでしょうか。わかりません。で、8回の裏、結局じゃあもう9回だけですね。9回の表はプレイできる権利があるんで、もうそこでひっくり返すしかないから、トリマ藤波に関してはもうこのまんま抑えてもらって、6点差で9回表を迎えて、そこで奇跡ってやつを起こすことはできるのか、機動力を上げてきたけど、その機動力を活かしてひっくり返すことはできるのか、もうそこにこの動画注目してください。まあでも残り動画の再生時間が3分とか5分もないようであれば、まあどうなるか、大体わかるよね。察せれるよね。ライブ配信だったらわかんないけどさ、動画だとわかってるから、どうだろうね。視聴やめてる視聴者の方もいるかもしれませんけど、俺は諦めへんぞ。1番のちょうど佐山から始まるところ、さあ、このバッターから始まり、6点差をひっくり返すことはできるのか。ここはね、ちょっと待てよ。相手の能力を見ていくと、三塁に守ってるこいつ、早急いい持ち。ただ守備能力高いなぁ。セーフティーバントでなんか出塁とか狙ってみようと思ったんですけど、やらない方がいいね。早急いい持ちではあるけど、全体的な守備能力の高さ考えると、非常にリスクがある、戦術になるので、もうここは普通に打たした方がいい。何がいいだろうなぁ。まあ、センター返しかな。トリマセンター返しで。高めできた。いや、もう、振るそこ。まあ、確かに積極的には行けとは言うとるけど、振るかね、そこの球。そんな球振らされてきたんか、おとれ。で、低めも振らされる。もうあかんわ、これ。もうあかんあかん。あんな低めと高め振らされとるバッター、何の期待もできねえわ。慎重な方に切り替えたところ意味ないけどね。でも、セーフティーバントでもいいかもしれない、この際。ちょっと待てよ。このカウントになったんだよ。もう、いっそのことちょっとセーフティーバント仕掛けてやりましょう。完璧に決まればチャンスはあるぞ。と
ことや。コツン、当てた。ファールアウト。せめてあのフェアにしてほしかったですね。それもできないのか、お前ら。で、究極の思考を使っていますけど、どうしようかな。お任せで、なんか俺ができること何もないというか。いや、もうこれは個々が頑張らないとダメなんでね。一人一人繋いでいって、ランナーが溜まればプレイヤーが指示を出すっていうのは正解ですけど。まあ、何も出てない以上はね。もうここ本当に選手個人にお任せして彼女ができたんだろう。見てるよ、今お前彼女ね。無様なとこ見られてるよ。そしてさらに無様な姿さらす。この大会後絶対振られとるわ。電話繋がらなくなってるからな。もうすでに他の男作ってる可能性あるよ。あくまでも春の甲子園大会に出られたからといってお前に彼女ができただけなんだよ。そのブランドというか評価というかね。それだけやからお前そのもの価値がないね。まあ、そんなこんなでもう9回2アウト。お任せで。アベレージヒッターがついたんでね。ミート多様で。バットに当てて、出塁とかないんでしょうか。このままいけば、この西野という大した能力のない選手に、完封許し負けることになる。ちょっと待って、このレベル打てへんの？状態は確かにいいよ。でも能力そんな言うほどないんやから、そんな難しいな。いいかなと思ったんですけど、結果このようになりました。現実って本当に非常なんですね。いつだってどこだって、夢とか願いって叶わなかった人生をこれまで歩んできたんですけど、でいら、これからもそういう人生を無様に歩んでいくことになるということですね。あ、それがわかりました。なんか今ね、近くに太いロープとかそういうものあったら自分の首にかけてみたいなことするね。ないからしないけど。あったらしちゃうね。もう無様すぎて振り返ることすらあまりしたくないんですけど、まずこれですね。6回以降ヒットなくです。で、6回までもそんなヒット出てないから、唯一のチャンスが2回だけかな。でもそこでも得点取れてないんで、まあそれ以降はもうノーチャンス。まあそれでいて藤波慎太郎がこれだったんでね。いや、でも6点は与えたけど、それは全部2回までの得点なんで、それ以降完璧に抑えとんのよね。ランナー許しながらも。いや、だからこそ序盤のあの立ち上がりで、なんか俺が完璧に指示を出していたらこういうことにはならなかったのかな。いや、思い返せばそうなりますよ。2回まで俺が戦術を出したあんな打たれてて、それ以降ほとんどプレイすることなく試合進んでいったんで。なんかちょっと俺のミスもあったんかな。でもね、得点取れない以上、最初の1点与えた時点でも負け取るからどうしようもないんだよね、結局。振り返るだけ悲しい話です。なぜ選ばれたのかその理由もわからないけど、まあ選ばれて出た結果このようになって、まあでもね、甲子園大会というのは経験値を多く得られるので、その意味でスタミナが S の91、藤浪到達してたり、球速が162キロになってたり、カーブの変化量が上がったり、全体的な能力も上がったりはしましたけど、野球部の評判は少し下がって、甲子園まで来たのに悔しいですね。本当にわざわざ来たのにね、そんな遠くはないですけどね。わざわざ来たのにこんな早く帰るのかっていう話ですけど、でも胸を張って学校に帰りましょう。なんでだよ。誰もお前、迎えに来てくれねえよ、そんなんよ。で、甲子園の土を手に入れた思い出程度ね。学校に到着しました。みんな負けましたけど、充実した表情ですね。ふざけんな、お前。あんな負け方してそんな表情してんだったら、監督してお前ら一発一発ぶん殴ってやるよ。ざけんじゃねえぞ。夏の大会は7月からです。期間はたっぷりあります。練習頑張りましょうね。ということで、次の夏が最後になるけど、そこで結果出せるとも正直思えない、そんな無様な春の甲子園大会の模様を今回の動画でお届けさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだ続くんで、もしよかったらこの先も見てね。